の移動中車が故障、目の前の不気味な家で次々と起こる怪奇現象に鈴木紗理奈一体どうなるのか。あ、人おった。あ、すみません、ちょっと今車が故障しちゃったんですよ。ちょっと車を貸してもらってもいいですか。それはおばりでしょうね。すみません、申し訳ないです、大丈夫ですか、座ってたりして。どうぞ。あ、すみません。めちゃめちゃ不気味、怖っ。ちょっとごめんなさい、電話をお借りします。あら、靴で入っちゃった。靴で入っていいのか。連絡取ってみます。分かった。交番ちょっと行って、あれしましょう、話しましょうよ。置いてったらまずいと思いますよ。ロケに来たんです。ほんで車が止まっていなくなってる間に、家か女の人が出てきて、家の中も普通じゃなくて女の人も普通じゃなくて、何がおかしいかもよくわからない。もしかしたら普通のことかもしれないです。お前が普通じゃない。いや、でも普通のことじゃないです。高橋さんがいなくなったんです。家の中入って出て戻って。その家はどこにあるんですか。家場所的にわかります、ね、じゃあちょっと市川君聞いてみてくれる、はい、どの辺でしたっけ。どう、いやー、そこはこっちのはずですよね。どれ。いや、もうこちら多分僕らが知ってるところでしたら、ここからも5分もかからないところじゃないですかね。うちないですよ。たもん。いや、あるわけないですよ。あれとかしたよね。我々が循環してる中で、何度も毎日でも見に行ったら分かりますよ、ありますよ。じゃあ行ってみましょうか。はい。ここですか。そうですよ、場所はここです。ここですか。ここで間違いないですね。大丈夫大丈夫、怖くない、一緒にいるからね、そんなに怖くなくて大丈夫ですか。はい、ここで間違いないことはないですね。ここだったんですか、鈴木さん。あそこですか、ちょっと話してみて、ね、大丈夫ですか。大丈夫。その女の人はどんな顔してたんですか。その女の人はどんな顔してたんですか。どういう顔してたんですか。最悪。